引っ込み思案の人と出たがりの人の違いがあるんですけど、出たがりの人の方が圧倒的に経営としては成功する方が多いです。で、なぜか、それは自分にプレッシャーをかけれる人だからなんですよ。まず引っ込み思案の人はなぜ引っ込み思案になるのか、有言実行をしたがらないからです。今できる技術で何かを成し遂げようとします。なので例えば、目立つってことは期待されるってことなんですよ。僕もそうですよね。皆さん結構期待してませんか？おそらくこれからどんどん有名になると思いますってよく声かけられるんですよ。しょっちゅう竹野内さんすごいですね、おそらくこれからどんどん有名になっていきますよって言われるんですよ。めっちゃ嫌なんですよ実は。だってなられへんかった時のプレッシャー半端ないですよね。僕めっちゃ嫌なんですよ、それ本当に。有名になっていきますよね、だから必死です僕。なのでコネクションフルに使います、ね、キングコングの西野さんに合わせてくださいって頭下げますし、はい、テレビ出た時はどっかで使ってもらえないですかね、豪邸ばっかりフューチャーするんじゃなくて僕のキャラクターなんとかなりませんかね。で、まあ、この間今日かな、昨日のテレビの、まあ、朝サタデープラスっていうやつで出ましたけども、そこでも、ディルクボーイさんが来てくれて、できるだけ爪痕のボードと頑張りましたけど豪邸にフューチャーされてるのであまりもう残らない。でもね、プロデューサーさんに気に入られればこれ何かあるかもしれないってワンチャンス狙ってるわけですよ。で、なんでそんな有名になりたいんですかって思うかもしれないですけども、有名になることによって僕の言葉の影響力っていうのは全然変わってくるので、より多くの人に僕の話してることが届きますし、より多くの人が感動したり楽しませることができる。僕はエンターテイナーであるとは思っているんですが、基本的に僕の言ってることは嘘はないんですよ。かっこつけた話はしませんし、自分が失敗したら失敗したって言いますし、成功したものはこんなに成功したからみんな共有しようよっていうスタンスなんで、まあ、そういったところは変わらないんですけど、とにかくですね、僕としては有名にならないとダメだという今プレッシャーと戦っているわけなんですよね。引っ込み思案の人はそういうのが嫌なんですよ。できると思うよ。だからお子さんがおられる方なんかは、まあ、この自分の子が引っ込み思案なのかな、それとも目立ちたがりなのかなっていうことで、まあ育て方も変わってくると思うんですよね。はい、まあいろんな育て方あります。基本的に引っ込み思案の人に期待してるよって言ったらプレッシャーになるかもしれないし、でも、それがいいんだよって教えるのか、そこら辺はね親御さんの教育方針だと思うんですけど、いずれにしてもそうやって引っ込み思案の人っていうのは期待されるのが嫌なんですよってことを考えると楽に行きたい人です。なので成功への近道かって言ったらそうではないんです。はっきり言って僕は常に有言実行をやるぞって決めたらやる、お店を立ち上げて絶対成功させるからなって言ってからやる、で失敗した時の恥もそれももう受け入れる、もうそれしかないんですよ。なので僕は、それが恥ずかしいんですけどね、失敗した時ってすごくけど、まあそれも受け入れるしかないんですよ。でみんなはそのね負の部分、恥ずかしいとか人にどう思われるんだろうとか期待に応えられないっていうところで大体意思決定をできなくなっています。そこなんですよ。なので僕がさっき意思決定力がありますよっていう話しましたけども、その理由は人に何て思われるのか構わないっていう気持ちがあるからです。正しいことをやってて自分がこれはいけると思ったことは突き進んでやるんだという気持ちがあるので、人にどう思われてもいいんですよ。負に思う人が増えて、アンチって言われる方が増えたとしても必ずそれ以上にファンが増えてきますので、アンチを見なければいいだけの話なので、まあ僕の場合はアンチにもちゃんとコメントしますけれども、好きなんですよ僕の勝負で、はい、論破してやりたいっていう気持ちが発生してしまうので、その点は僕にお許しくださいって感じですから。